はい、こんにちは、もどかです。今日はですね、スタンドオフでチームデスマッチベクター K10 を使ってやっていこうと思います。で、アタッチメントはですね、リフレックスサイトとレーザーサイト、この意味のわからない、全く意味がなさそうなこの2つをつけてやっていこうと思います。さあ、よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと喋る内容がありまして、まあ皆さんはね、ゲーム実況者専門配信アプリピコというものをご存知でしょうか。まあ知ってる方の方が多いと思うんですけど、一時期話題になりましたよね。ゲーム実況者専門アプリピコができたみたいな感じで、でニコニコ動画の人とか、まあ、YouTube の有名な人とかがですね、結構ピコに移ったというか、ピコで動画投稿を開始したと思うんですよ。最初の30人の方かな。でですね、なんかそれでピコが話題になって、でアプリのダウンロード数がですね結構多かったみたい で、その実況者の枠を増やすってことで、ピコ側がね50人に拡大って感じで、で、まあ、僕もね、お誘いいただいたんですよね、ピコさんから。ピコさんからお誘いいただいたんですけど、まあ、結論、やらないっていう感じでね、決めました。で、まあね、一応誘ってもらったんで、お誘いいただいたんで、なんやろ。まあ、やるにしろやらないにしろですね、編集はしなきゃなと思ってて、で、まだね、この動画を上げる前にちょっと、返信しないでおこうかなみたいな感じで思ってたんで、まだ返信はしてないんですけど、ちょっとこの動画撮り終わったら返信しようかなと思います。で、まあ僕はねピコには行かないんですけど、で理由としてはですね、まず自分がダウンロードしてみて、で、まあ落ちると、まあピコっていうゲームアプリ超落ちるやんこれ、しかも画質悪るって感じで、これなら正直ね YouTube に上げていいんですよ。で YouTube に上げて、でサブチャンネルで、まあね、なんか結構ボツの動画とかを上げるって言ったり、まあなんやろ、なんか別の、なんか違うシリーズを上げるとか言ってたりする人いると思うんですけど、俺ね、それサブチャンネルでやればいいんじゃねって思うんですよね。わざわざピコでやらなくても、そんなんやるんやったらサブチャンネルでいいんじゃねって思うんで、正直ね、お金の件とかも絡んでくるんで、まああんまりね、深くはまあわからないんですけど、まだね、スカイプして話を聞いてるわけじゃないんで、深くはわからないんですけど、まあ契約時にお金はもらわないと思うんですけど、まあ、YouTube みたいな感じで、ね、再生回数とか人気のラン、どんだけ広告が再生されたかによって、まあお金をもらえると思うんですけど、うん、まあそれで、まあそれやったらサブチャンネルでいいんじゃねっていうことでね、まあ僕は、まだピコはいいかなって感じです。はい。まあ正直、アプリが全然落ちなかったら、俺、行こうかなって思ったんですよ。ね。行こうかなってちょっと思ってて、でも見てみたらね、もう本当にアプリがクソすぎて、まあアップデートは入るんでしょうけど、マジでこれはクソやなって。なんやねんこのクソアプリって思われても嫌やなってことでね、これ、やめたんですよね。それが一番大きな理由ですね。うん。まあ正直でもね、なんでね、最初ね、アプリダウンロードする前に行こうって思ってかっていうと、まあお金っていうより、実況者同士の交流を深める場みたいな感じで、ピコって結構ね、いいものじゃないかなと思ってるんですよね。で、まあなんでかっていうとね、YouTube とかさ、ニコニコ動画の人たちってさ、あんまり関わることってないじゃない。ないじゃない。でもピコってさ、ゲーム実況者専門やから、ニコニコとか YouTube とか関係ないよな。どっちかに投稿してれば、で、どっちかに人気があれば誘われるみたいな感じでね。まあそういうので、割とピコを通じて仲良くなれる実況者さんもいるんじゃないのってことで、ピコは気になってるんですよ。なんでもしかしたら、そのうち、こちらからね、ピコさんにお願いして、まあもっと盛り上がってきたらね、行くかもしれないですね。まあ正直テスターみたいな感じなんで、今多分ね。まあなんでいろんな人誘ってると思うんですよ。で、僕結構、まあツイッターで、メールのご確認お願いしますって言って、来てたんですけど、そのツイッターでね、送ってるリプの人たち見てたら、なんか全然有名じゃない人とかも、割といたんですよね。まあ、有名っていう、有名の基準はそれぞれなんですけど、まあ、有名って言ったらあれですけどね、まあ、それなりに誘われる基準で、まあ、5万人サブスクライバー以上くらいかなとは思ってたんですけど、まあ、そうじゃなくてね、結構、その2000人、3000人くらいの人かな誘われてたし、どういう基準で誘ってるんやろうなーっていう感じで、まあ、無差別に誘ってんのかなみたいな。うん。まあ、適当な登録者がいる奴らを、どんどん誘っていってんのかなっていうのはあるんですけど、あんまりね、あ、やばい、また俺んとこに来やがった、こいつ、ほんまに。
まあそういう理由もあって若干不安もあったんでね、今回はなしという形でお断りさせていただこうと思います。はい。いやでもね、正直ピコの悪口とかは言うつもりないんですよ。で、なんでかっていうとね、ピコってさ、結構、なんやろ、COD 投稿者さんも割とピコに流れたりしてる人もいるんで、別になんかそういうピコはクソやみたいなこと言うつもりもないし、割と俺も気になってるんでね。まあでもさ、よく考えたらさ、よくこんなアプリ立ち上げようと思ったよな。立ち上げるのに結構お金もかかりそうやしな、ようやるなって思った。まあ今流行りのね、そのにゲーム実況っていうのにね、目をつけてやったんでしょうけど、36キルして負けた。味方初心者ばっかやったな、しょうがないな。まあなんでね、本当にこれから楽しみですね、ピコっていうアプリは。まあ見る側としてね、視聴者側としてちょっと楽しみやなっていう感じはありますね。はい、というわけでお疲れ様でした。まあ僕はちょっとピコにはまだいいかなっていう感じの動画でした。まあ皆さんもね、まあ気になった方はピコとかダウンロードして、まあ見てみるのはいかがでしょうか。まあ週刊連載なんで、毎週何曜日何時にこの人の動画が上がりますみたいな感じで、週ごとで結構分けられてるみたいですよ。まあ詳しくはよく知らないですけど。というわけでお疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。ボドカでした。さよなら。バイバイ。